はい、どうも、秘密結社総帥ハッチでございます。まあ、今回はね、一口話の、まあ、結果報告ってことになりますよね。まあ、日曜日のですね、京都5レース未勝利戦に出走したビビッシモ。2着、まあ、好走はしてくれました。まあ、頑張ったというふうに言っていいでしょう。まあ、外からね、いい感じで刺してきて、京都適性の高さ。まあ、そしてね、武豊騎手がね、京都は俺の庭やっていうのをね、確かなものだというふうに確認することができたという意味ではいいレースでした。ただ、勝ち馬がね、まあ、あんだけ抜けてるとね、なかなかそこまで刺すっていうのは厳しいってところでね、まあ仕方がないレースになってしまったというふうに言えるでしょう。まあね、未勝利戦で勝ち、この時期のね、未勝利戦でね、まあ、それ初出走でこう、なんか超大物がデビューしちゃったじゃなく、こう、何回も負けてるような馬にね、あの馬が強かったっていうのもあれなんだけれども、まあ一応ね、休み明け2戦目で前進を見せた。京都適性もありそうだってことになるし、まあもう一戦続戦するか休養か、まあノーザンさんの場合ね、まあ続けて使っても3回みたいなとこがあるんで、3回目ワンチャンあるかな、まあどうかなというぐらいのところなんだけれども、一応ね、優先権ゲットしたし、京都へのね、適性も高そうだったんで、まあ京都ね、今回が開幕なんでね、京都開催のうちに、まあダービーまでにってことにもなるけどね、一回使えれば、まあそこでダメなら一回パスして夏、まあ、夏までにはね、なんとか一勝はできそうな目処は立ったんでね、まあそんなわけで、目処が立ったとかってこの時期ってのもね、寂しいもんだけれども、3歳、4月もう未勝利戦もうすぐなくなっちゃうみたいなところがね、迫ってきたけれども、まあ、まずはね、手っ取り早くこう2着に来てくれたんでね、次に期待をしていきたいと思います。以上、ハッチーでした。